あ、かなり前ですね。どれぐらい前？え、もう何年、2年、3年ぐらいは経ってると思います。一時、あの1年半ぐらい、あのアカウント削除してアプリもアンインストールしてたので、うん、全くふわっち事情がわからない時もあるので。じゃあ売名できれば政治でもいいってこと？いや、それは違いますね。俺じゃなくていいってこと？いや、そういうわけじゃないです。もう今日来た時点で、はい、俺が配信してなくて配信してたら、はい、リスナーが様子見に行くようになるから、はい、これで50人から100人までは伸びる、はい、ゆっこの状態には行く、はい、逆にゆっことかは加速っていく。なんでですか？ん？話題性がないから。話題性、内容がないってことですか？話題性、話題性というのは、うん、ミントちゃんは俺とのつながりができたから、はい、ゼロワンガールズになったから、はい、あ、なったんですか？うん、話題性があるから、はい、リスナーはね、気になって見に行くんだよ。はい、だこれで少しは閲覧伸びると思う、アベレージは。はい、でもこうやってめくれてきちゃう。ああ、昔の話とかですね。特定力、うん、はい、特定力がすごいから。はい、その話できる？その話というのは、その頃の話とかですか？コメントになんかワンちゃんの話があるけど、犬に虐待をしていたっていうことは今でも疑われるっていうか、たまに自分の枠でも話題に出るんですけど、うん、まあ、なぜその話になったかというと、あのすっからかんのゴミ箱、45リットルのゴミ箱があったんですね。うん、で、すっからかんというと、まあ、紙ゴミとかがちょこちょこっと入ってるぐらいの、そこにパグちゃんだったんですけど、うん、パグちゃんがすごい元気な子で、もう猛突進していってぶつかってゴミ箱が倒れたんですね。で、あーあーあーってやろうと思ったら、塩ラーメンの、5個パックの外袋の部分を、うん、まだすごいちっちゃい子犬だったんですけど、うん、カップのスポンと入っちゃったんですね。ああ、頭にね。頭に。で、なぜか、うん、なんかあのもちろん息できるような状態です。うん、はい。で、それがなんかちょっと可愛らしくて写真撮ったんですね。うん、まあ、すぐ撮りましたけれども、その後袋は、うん。で、それを当時仲良くしていた、配信者さんに LINE で送ったんですね。うんうん、あのリンダって言うんですけど、リンダ、うん、はい、でリンダがこんなになってるって言って送ったら、うん、それを虐待だと言って配信を始め出して、あ、でツイッターとかもすごい拡散されて、メガありがとうっていうような状態です、うん、なので虐待はしてません。ちなみにリンダは可愛くて撮ったのを、そういう、そうです、もちろん息ができないような状態だったらすぐ撮ります。写真なんか撮れません。結構ちっちゃいよね、ラーメンのね、あれ。ちっちゃいですね。もうリンダ自体も小さかったので、で、リンダ今ここにいます。うん、ここにいます。何？ここの中にいます。リンダちゃんって、はい、死んじゃったんです。お、遺骨です。暴露された人を思ってるの？いや、違います。ここにリンダちゃんが亡くなっちゃったんです。リンダちゃん、でそれ悪いイメージを拡散された人なんでしょ、リンダさん。はい、リンダは犬の名前ですね。拡散されて、それで犬虐待っていうレッテルが貼られました。ああ、犬がね、犬がそこにいるんだ。ここにいます。亡くなっちゃって。ああ、それなんで亡くなったんですか？元彼に奪われて、うん、一緒に付き合ってる時に買ったんですね、同棲してて、うん、で、リンダ奪われて、で、何回も迎えに行ったんですけど、頑張ります。何回も迎えに行ったんですけど、うん、警察呼ばれちゃって、うん、私がもちろん配信外です、うん、で、まあ、ストーカーっていう形で保護されちゃって、私が、うん、で、もう二度、警察からも二度とあの近づくなと、うん、その方、その元彼に。で、虐待もしてないってことでいい？一切してないです。でも、いや、俺し死因は、俺してないって俺も言い切るからね。はい、してません。それ信じていいの？はい、うん、そんな虐待するような子じゃないでしょ。
そしたら家にリンダちゃんのお仏壇があって、死因は元彼が真夏8月5日ですね、去年のエアコンつけ忘れで、いやいやいや、ちょっとやばいじゃん、帰ってきたのが11時、いやいやいや、でだから私が買うって言ったのにって言ったら反応してきて、仕方がなかったんだどうもみたいな、それ自分がしてて元彼のせいにしてないよね。してないです、うちはペット不可の物件なんで、あのソースもあります。ソース、何、あのリンダーが亡くなったっていう、私じゃないっていうソースです。うん、ちょっとソースいいです。はい、ちょっと遡るんでちょっとお待ちください。うちはね、動物愛好家多いからね、で俺動物好きな人が好きで、心が綺麗な人じゃないと動物愛せないから、リンダって名前をつけてたんですけど、うん、勝手に熊五郎って名前をつけられて、うん、でこれ8月10日でした、すいません、あ、元彼、元彼です。熊死んじゃったって、どうして、うん、エアコン切れてて暑さで、なぜエアコン切れてたの、タイマー間違えてセットしてたのと思う、やり取りしてるわ、そうか今は病院家だよって、葬儀はあって明日火葬場行くよ、これが元彼から来てるね、はい、証拠です。うん、その元彼というのは旦那じゃなくて、その旦那ではないです、はい、2年弱ぐらい付き合った方ですね。500パレアス、それをで、ここですね、すごいリスナーさんの情報網だね、はい、亡くなっていたのに気づいたのは何時、そんな有名、そんななんか炎上した話なの、ふわっちで、あ、犬虐待ですか、うん、そうですね、あ、だからみんな知ってるの、うん、俺が何、あの、ふわっちとか知らない友達までセブンが詰めてたって、それ5年前とか、そうですね、いや、俺がまだ配信してない頃の話じゃん、かもしれないです。コレタンにも枠にも取り上げられたの？あ、知りません、それは多分違うと思います。で、リンダの写真が送られてきて、うん、こういう状態で、ちょっと動物愛好家が多いからね、ここにちゃんと育ててあげられなくてごめん、こちらこそありがとう、確かにこれが、うん、まあそうする、これ嘘はついてなさそう、うん、これ全部作ってたら逆にちょっととんでもない元彼だね、はい、うん、とんでもない元彼だね。ってことですね。水クソの女やで、そうなの？いや違うの、付き合ってないで。あの子じゃないよ、水にゃんの。誰だっけ、あの、妊娠してる子じゃないで。いや、あの、水にゃんとパコったの？はい。ガチ恋だったんです、一時期。それ何年ぐらいの？一昨年。一昨年？はい。2年前ってこと？まあ、いや、今年のすごい情報出てくるね、今年の6月か7月ぐらいで丸2年ですね。何回ぐらいパコったの？2回です。2回、あったのは10回ぐらいです。配信者誰パコったの？配信者、うん、水にゃんだけ、水にゃん、うん、すごいね、やろうって詳しいね、リスナーさん、水にゃん、うん、あつし、あつし、みんなすごいわ、ほんとふわっちみんすごいね、スーパーナイス、マジで有能だね。あー、もう俺が嫌いにやりまんじゃん、もうやりまん嫌いだからね、もうそれももうずっと前の、もうこれでエッチはもうなくなった俺と、あ、はい、うん、ずいぶん前の話です。いやー、やりまん系、俺もうぐーたらみょんちゃんにも厳しいのはやりまんだからなんだよ。切れたのに、いや全然、なんか違う方の名前まで出てるんですけど、やっつとか、だってこの俺がね、ないです、この俺がね、はい、そんなメンツの後にやれないよね、プライドがあるから、はい、そうですね、お下がり系はまあやってやらないな、まあ秘書は関係ないけど、はい、いいところは家が近い、すぐ来れる、で、まあ家のこともまあちゃんとやってくれるね、うん、メンタルは、メンタルも強いか、メンタル強い時もありますね、なんで私こんな叩かれてるのに減らないんだろうっていう時もあります、でもこうミミズになってるけど、
あ、これは元彼といる時ですね。あ、そう、元彼ってそのい、あのリンダの、まあ、ワンちゃんの、うん、なんでもう別れて3年は経ってるので、3年何未遂もしたことあるの？あ、未遂あります、一回。それはもう もっと前ですね。地雷ですね。いや、今は落ち着きすぎて閲覧がないです。じゃあ配信者としての目標は？目標、せめて無料アイテムもらえる配信者になりたいね。あ、今あの配信応援、うん、ブロンズプラスで出てるんですけど。今やってるの？あ、今は配信してないです。で、今無料アイテムとりあえずもらったら、今つけていいんですか？あ、いいよ。あ、はい、うん、ありがとうございます。じゃあそこの机行ってもらおうか。そこいいよ、はい、配信して、はい、三脚置いてね。はい、うん、あの、あい、タバコって吸ってもいい？タバコも吸ってもいい、はい、ありがとうございます。灰皿もう一個あるから。あ、はい、うん、え、紙タバコでもいいんですか？紙タバコでも OK。 あ、はい、ありがとうございます。ってことですね。まああ、キッチンまだ巻いてるので気をつけてください。無理無理、掃除するなら自分の家掃除する。じゃあちょっとアンケート結果見てみますか。はい、あ、現時点だといい家が 58% だから結構いい感じだね。いい家が 58% ってことは、うん、52% が、はい、結構競ってますね。はい、はい、押してくださった方も答えてくださった方もありがとうございます。どこに？足立区です。名前はエミントちゃん。うん、42がはいってことね。58%だから50、そうですね、4、あ、そうだ、42がはいですね。うん、58%が反対してる。秘書だからね。うん、まあコメントはちゃんと見てますから。ヤシオじゃなかったらそれクルちゃんと住んでる時じゃないですか。今足立区ですよ。信頼エルメに郵便物を勝手に取ってきたのがマイナス。あー、厳しいですね。郵便物を勝手に、あ、じゃあ明らかにそのチラシ系だっていうのが分かってたので。あー、らしいです。さすがにあのチャブートとかだったらさすがに触らないです、うん、ありますよって伝えるぐらいだと思います。うん、うん、フットワークはいいよ。うん、まあなんせ今一番大事な時期でかなり大きいポジションだから。うん、で俺とかマリオも世話もしないとね。うん、分かれ道だよ。ただね、うちの有能なリスナーってね、もう既婚者が多いんだよ。既婚者が身動き取れないんだよ。 裏方はできるけど直接的に配信にも出れないしっていう人がやっぱ多いんだよ。自分の生活もあるしね、そこまでできないって。うん、リスナーとして応援は全力でするけどリアルはちょっと守るものがあるからっていうのが多いから。うん、やっぱ怖いでしょ俺の配信出るの。クワッチ配信に出ること自体がそう当たり前なんだよ。ただ俺がもう全部しんどいっていう、一人でいろんなことを抱えるのはね。だから今配信を休んじゃうのも良くなくて、もう配信に集中したいんだよ。全部自分でやってたらもうマジで俺ももう配信できなくなっちゃうから。うん、ならなんで会社に、まあ甘かったよね。うん、 あくまでもやっぱ俺は配信者でいたいんだよ。リスナーも寂しいからね、俺がやってないと、俺やらないと。配信それは映れないと、もういたらね、俺が画角がね こうなっちゃったらリスナーも嫌になるでしょ。もうそれはそれで叩かれるで。うん、違う？あ、今ちょっとマネージャー来てるからとか、うん、だったらマネージャーやるなよって言いたくならん？
うん、あら、そんな覚悟ないならなるかな、なるんだよ。で、ヘイト向くんだよ、うん、こんにちは、ポンポンありがとう、ね、うん、みんなポンポン投げてあげて、ポンポン、ポンポン欲しいらしい。ありがとうございます、うん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます、ポンポン、信頼できる人、ありがとうございます、テルマさんからありがとうございます、ピカちゃんこんにちは、ありがとう、だから佐藤さん、ありがとうございます、おかえりちゃんもね、いろいろあるからね、うん、キキトンさんありがとうございます、皆さんポンポンありがとうございます、フォローもありがとうございます、10倍もありがとう、アスカちゃんありがとう、うん、配信出れる人はこの、だからナナちゃんも完璧なんだけど自分生活あるもんね、10倍ありがとう、うん、ポンポンすいません、ありがとうございます、俺と合わないからいい距離で長くね付き合えてるしね、なんちゃんも痩せる頑張る、フォローありがとうございます、お腹すいたけど頑張る、10倍ありがとう、ポンポンすいません、距離感で大事だから、ジオさんから本当ありがとうございます、無駄ですいません、フェイが関係ない、フェイは違うと思う、ありがとうございます、名前何、エミントちゃん、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、手出さない、あの逆に出さない、ゼロワンさんから、そういうのは期待しないでほしい、メビウスさんありがとうございます、皆さんありがとうございます、本当にありがとうございます、助かります、めちゃくちゃ一気に50人いった、あとちょっとプチ報告なんですけど、ありがとうございます、久保健さん負けました、ライジン、ありがとうございます、3万円のスポンサー払ったんですけどね、ありがとうございます、久保健さん、ありがとうございます、10倍ありがとうございます、あと多い DOT さんありがとうございます、なんでちょっと残酷ですけど、皆さんありがとうございます、ちょっとスポンサー打ち切ります、勝ったら次10万ぐらいスポンサーになろうと思ったけど、ありがとうございます、ケツつきます、あ、いいケツしてるね、続けてあげて、いやもうたで、いい大会出れないで、1回負けたら厳しいね、まあしょうがないよね、勝負の世界だから、負けたらあとないで、格闘家もで、ラボちゃんは来てる、ラボちゃん、ラボちゃんどれぐらいでつくの、得意技、うん、ラボちゃん知らない、配信してない、海は起こってない、ゼロさんからありがとうございます、知らない、配信してない、スレッドは、うん、ちょっと後日話します、うん、向かってます、どれぐらいでつくって、DM しました、ちょっと浮気があるんです、娘のことはちょっと少し浮気があるんです、ゆっこちゃんのポジション、あなたがじゃあ、うん、もうゆっこは波紋だから、波紋、波紋なんですか、うん、まあ、とたかし始まった、たかし来る、たかし大阪、ああメガホンアレアンス、実家私が飲み出すみたいになっちゃって、アレアンス、あ大阪なんだ、なにあれ配信タイガースって復活した、みんな戻ってくる予定だったんですけど、うん、元旦から私はコロナになって、あ、してないの、ありがとうございます、あれになっちゃってコロナになっちゃって、あの3人で仲がいいのか、閲覧のために集まってるのか、どっちなんだろうね、いつも実家に仲がいいの、純粋に遊びに行ってたんですけど、ビジネス、悪口言ってませんよ、うん、なんか V3 とかしたらビジネスなんじゃない、で、うん、なんていうんだろう、実家の方ね、でもまあ閲覧的には政治が閲覧あるから、みんな閲覧伸びるからね、それでちょっと帰ってくるのが伸びてるって感じです、たかしも伸びるでしょ、閲覧が、まああれはメリットだよね、バクサくなったんじゃないかな、うん、マリオさんそんな方じゃないから、うんうん、どのくらいで、いやなんか配信してるみたいだから聞いてほしいかな、治ったって虚言なの、うん、政治リスナーね、うん、でも今基調君の方が強いんじゃないワンちゃん、どうだろう、マリオさん、まあでも政治すごいからな、そんなことじゃないです、政治課金じゃ一番強いんじゃない、私のありがとうございます、メビウスさん、すいません、ゼロイチだからです、たかしにも無理、あ、たかしに投げてあげて、よかったら、ファイター、もうちょっとしたら流すよ、広島 GGA 興奮中、中嫁押し、押しだよ、これでかいかな、でもたかしすごいね、総合1位じゃん、
ただしね、ずっとは見れないよ。やっぱなんだかんだ強いね、イベントね。ラボちゃん8時ぐらいに来るらしい。5時だ、5時、まだ。そうか、うん、嬉しいんです。遅い、どっから来るんだろうね。選ぶの、それは席が一つしかないからね。うん、あともう一人いたんだけど、 LINE だけ教えてて、 LINEQR 送ったら LINE 来ないの。あ、ラボちゃんも知ってるんだ。お前都市にブロックされてるらしい。嘘でしょ。あの絶縁かな、ブロックされたら。トシ君そうなの？ちょっとトシのスペル教えて。マジか、同期でね、付き合い長いんだけどな。トシ君どうやったら検索出る？喋るの。どうやったら検索出る？何したの？配信者がコメントするのが嫌なんじゃない？俺たまにコメントしに行くんだよ。で、くるちゃんと結婚した時に5万円もらってるから。投資でしょう。で、離婚する時もサインしてもらってる。俺の人生にとって大きな存在なんだよ。うわー、ひどいね。ブロックされてるわ。サプリの真似事かな。俺今までトシ君に一切ヘイトを向けたことないでしょ。俺小石も投げたことないんだよ。まあこれからやらしてもらうわ、向こうが その気なら。あのさ、自分のね、配信のなんかスタイルブレないのはいいんだけど、そもそもね、あの眠りを選んでる時点で配信者として終わってるんだよ。結果出ないなら女捨てるぐらいね、やらないからどんどんおあこになるんだよ。女か配信どっちかにしろよ。中途半端なんだよお前は。そのくせ偉そうにね、配信で偉そうにリスナーにいろいろ言いやがって。中途半端な配信者が、そういう差でしかないんだよ。で、俺なんか忘年会とかも誘ってね、二人で飲もうよとかって誘っても、眠りの許可がとかね、やめちまえよ。そんなの、女の許可がないと何もできないならやめろよ配信なんて。くだらない。ゼロリスも枠に狐か狸でね、何でもゼロリスって判断すんじゃねえよ、アホがよ。眠りがダメじゃないよ、女選んでる年がダメなんだよ。情けない。いや、男じゃないよね、紐がよ、養ってもらって、彼女がいても結果出せるやつは出すからね。妊娠してないよ、うん、誰が妊娠だ。米版ですか。1ヶ月以上米版ですよ。コメントもできない、何もできないね。コメント中毒だから最近ツイキャスコメントしてますよ。うん、最近あの夜中いつでもやってるのはやっぱモグゴリの配信だからね。うん、あの匿名でね、おい五兆とか書いてる。五兆いじりしてるよ。あ、でも五兆のあのモグゴリ匿名じゃないか。適当にコメントしてるよ。サトシ使ってもサトシにログインした瞬間に米番。うん、ポロポのキャスはもう見てないね。うん、同時配信してるでしょ、うん、もう顔もダメなの私。ポルポンもね、ツイキャスでやってくっつってね、結局ふわっち、ほんとブレるよね。顔番ポポありがとう。できないことやるからだよ。顔番ですか。着物くんとね、全部番石川さんの家に突してね、ツイキャスやっていくとか言ってね、ポルポン。結局ふわっちしかできないんだから。ふわっちで成功もできないやつがツイキャスで成功できるわけないだろ。さっさと帰ってきてもいい。じゃあゼロワンさんに行ってしまえ。帰らなくていいよ。ありがとうございます、うん、
キモいから帰れって邪魔だから帰れって NG 入れていいよ。 NG 入れていいですか。うん、はい。あとなんか自分家掃除できないのに人ん家掃除できるとかわけわかんないとか、すごい めっちゃすごいです。荒れてます。荒れてる。あと声がでかいから喋るなとか、ゼロワンさんが黙った時に喋ろとか言われてます、うん、誰だそんなこと言ってるやつは。ポソポソ喋ってたんですけど、今も声でかい、外でやれって、うん、ミントちゃんは帰らなくていい。はい、ありがとうございます。ぎくお前か、そんなこといちいち言いに行って。ほんまありがとう。控えるってことは配信契約がいいってこと。ポンポンはいっぱいもらってる。ポンポンはいっぱいいただきました、うん、ありがとう。ほら、投げてくれた人に感謝してね。はい、468個今いただいてます。ありがとう。あ、ツイッターもすいません、もっとすげえ愚痴すなって。ここまでかかるとは言うんですよ。まあ、ゼロリスこっち見れるからね。野獣馬だろうね。うん。うん、あのね、もう人を叩くことが日常性ついてる層がふわっちにはいるから、うん、誰でもいいんだよ、叩けたら。あと多分、動物愛好家？はい。うん。そうですよね。ゼロリスだったら、ありがとう、キツネちゃん。ゼロリスだったら、うん、ゼロリスはこっちいるよだって。ですよね。いちいち言いに行かないで。うん。うん、だ悲観的にならなくていいと思う。はい、うん、心ありがとう。なんでそこにいるの。ゼロワンさんが来ていいって言ったからいるの。何か悪い。うん、ゼロワンさんが帰れって言ってんのにここにいるんだったら話は別だけど、ケツがいいよね、このバックン四つん這いにさせた時に組み立て体操みたいにケツが下がってるタイプは俺嫌いなんだよ。あの目標みたいにケツを突き出してくれるできると思う。この子は男はそうでしょ。男のリスナーは、うん、女の子って恥ずかしいからケツを突き出さないんだよ。ケツをゼロワンさんがうるさいって思ったら AV AV でもそうだよね。突き出さない女って興味ない。近づくなよ、こうちゃんに。何言ってるの。本当にゼロイスさんなの。ゼロイスさんだったらゼロワンさんの配信行くでしょ。ここに、あ、ここでアンチコンが書いて